さっさっきです。ゲーマーに聞いてみたシリーズ。傷つけない対戦の断り方。ばあちゃんの遺言で、ダルジムとだけは対戦するなって言われてて。<laughs> これは。あつしや。おばあちゃんすんごい苦労したから、しっかり画面見るんだよ。ザンギー使ってたんやろな。そろそろ報告書を仕上げないといけないので。ほう、社会人ゲーマーやん。<laughs> あー、部長メールしとくか,か。対戦アポ取れませんでした。 ポイント増減なしです。はは、納期2例かけるか、早出ランクマしとく。その日別の人と予約があるか、こ後日別の日で対戦したいんだけどどうかな。<laughs> 謎のイケメンスタンス <laughs>。でもこれすごくて、相手に自分は人気だと伝えれるし、ちゃんと対戦したいアピもできる <laughs>。<laughs> 予約って何幼児夜泣き始めました。これは実況よね。画面端の親父ゲーマー対夜泣きゲージマックスの幼児。行ってみましょうおなしゃー。対戦相手として君を見れない。それでもこれまで通りの関係を続けるかは君が決めてくれ。<laughs> ちょっと強くなりすぎたんよな。<laughs> 多分、これに対する正しい返答は、それは愛の告白と受け取っていいかな。で、さらに答えが、ごめん、俺には心に決めた人がいるからさ。 噛むな <laughs>。オッケー。でも今から買い物行くから後で連絡するね。ちょっと待ってね。予定見るから。えーと、あー、予定入る気がする。うん、ごめん。あー、すっごく予定あった。プンプン。まあ、いっか。うふふ。ローラ系ゲームは嫌いじゃない。彼女と約束があるんで。<laughs> これは、相手を傷つける。彼女ダメ。絶対。全力で身内限定の雰囲気を出す。あー、お前、第五さんフレンドじゃないんだっけ。うん。あ、マジ。 やめとく。いや、だから傷つくのよ。ちょっと疲れているので、言われた僕は傷ついたけど。とうとうもう傷ついた話。<laughs> 画面見てこう。話し合いを持ちかける。お前はポイントを稼ぎたくて、俺はポイントを維持したい。そこに何の違いもありゃしねえだろうがバウンティー・マサヒロあるんで。いや、期間限定の極みやん。なんなら君ももう使えんからな。<laughs> しかも相手ネカリ使いだったら、精神的ダメージパーメンごめん検証園が <laughs> 確実に投げキャラつけないんやけど、悪魔のミックってやつの笑いよね。ゲー <laughs> ぐるぐる伸み左手のゲー炎が悪化した。この人は普通に回しすぎに行き。行けたら行くわ。高等テクやん。相手に全く期待をさせない配慮。<laughs> 今日のランクママラソン、一緒に走ろうな。急に付属行きたくなったんで終わります。確かに相手は傷つけないけどもよ。あ、ごめん。これから違う10先なんだよね。<laughs> 抜き続ける意志力。〇〇くんには他にもっといい人見つかると思うよ。おほ 私がいなくても大丈夫だよ。高志くん優しいし、上出るし、火力高いもん。ごめん、何の話俺にはさ、守るべきものがあるからさ、第二。主人公第二を守るのに、理由がいるかい。リアル立場ありは S ランクやね。宗教上の理由で、レミー戦は1日3回までと言って断ったことがあります。お、スラムーンの人やん。どうでもいいけど、チュンリーでレミーを拒否したろ。 法に定職しないはい。いかがでしたでしょうか、まあ、僕的なおすすめはやっぱりイケメンスタンスですね。っていうかね、みんな傷つけすぎですよね。ま,あ、まずは Twitter で募集しますんでよろしくお願いします。今回は以上です。対戦ありがとうございました。はい、じゃあまたね。